テキサス大学オースティン校は、アメリカ合衆国テキサス州オースティンに本部を置く、アメリカ合衆国の州立大学である。1883年に設置された。公立の学費で、IB リーグと同等の教育を受けられる大学を指す、パブリック IB の一つである。一般的には、u t オースティンもしくは、UT などと呼称される。5万人の学部生と大学院生。 一万六千人の教授、関係者を抱え、270以上の学部、大学院教育プログラムを提供し、幅広い研究、教育を行っている。学生間には強烈な仲間意識があり、独特な興奮を有している。卒業生、関係者は各分野で活躍しており、数々の分野において高く評価されている。ニュースウィーク世界大学ランキングでは、世界、 第27位。IB ーリーグの発行をはじめとする、東海岸の名門私立大学や、西海岸のスタンフォード大学、カリフォルニア大学バークレー校などに次ぐ、米国最高峰の教育と研究実績を誇る大学である。特に大学院は、多くの分野において、全米トップクラスに位置し、法科大学院、ビジネススクール、エンジニアリング、 教育大学院への入学が最難関とされる。卒業生、関係者の各分野での活躍は目覚ましく、ノーベル賞、ピューリッツァー賞、アメリカ国家科学賞、アメリカ国家技術賞等、数々の分野においてその実績、研究が高く評価されている。テキサス大学は1883年に創立された。1881年、オースティンが テキサス大学のメインキャンパス、ガルベストンが薬学部の中心として選ばれ、さらに同年には、議会が8人の理事での州立大学運営を認可した。公式なセレモニーは、旧メインビルディングで1882年末に催された。UT タワーテキサス衆議会議児童から 1.6km 北に位置するメインキャンパスは350エーカーあり、その他オースティン北部には、 JJ ピクル、リサーチキャンパスなど合計で850エーカーを有する。オースティンのシンボル的な存在のメインビールディングには、ポール・フィリップによってデザインされた307フィートのタワーがそびえ立ち、オースティンの象徴的な建造物となっている。タワーは普段白でライトアップされているが、大学が学問やスポーツで最優秀な成績を収めた際には、オレンジ色にライトアップされる。 なおこのタワーでは、テキサスタワー乱射事件があった。また、現在は、資源開発関連で使用されているリトルフィールド、ハウスも1893年に建てられ、歴史的建造物として登録されている。キャンパス内には7つの博物館、17の図書館を、有し800万冊の蔵書を保有している。 最近では2006年4月に設立されたブラントンミュージアム・オブ・アートがある。テキサス大学オースティン校には16の学部と専門大学院2つのアカデミック機関があり、100の学部の学位と170の大学院の学位を授与している。2008年度には合計13,087人に学位を授与した。バトルホール秋学期新1年入学者。 統計2006年度秋学期への出願者数は27,315人で13,305人に入学許可が下り、合格率は48.7%。2007年度秋学期への出願者数は27,232人で13,781人に入学許可が下り、合格率は50.6%であった。 2009年度秋学期の合格率は44%となっている。2011年度秋学期での合格率は30%から40%を目標としている。2005年 UTVS コロラド線カレッジ、スポーツ分野でのテキサス大学オースティン校の活躍は、学問分野における活躍と同様に目覚ましく、各スポーツのチームが全米中で競合として知られる。チームは、 ロングホーンズと呼ばれ、NCWA のディビジョン I のビッグ12、カンファレンス南地区に属している。戦術の通り、テキサス大学オースティン校の各チームは全国的競合として知られ、これまでの全米大学選手権での優勝数は47回に上る。この優勝数のうち NCWA 優勝数は39回である。特に、カレッジフットボールで競合として知られており、 4度にわたりナショナルチャンピオンとなっている。最近では2005年にローズボールで南カリフォルニア大学を破りナショナルチャンピオンに輝いた。このロングホーンズの関連グッズは地元オースティンに限らずテキサス州全体で非常に人気が高い。同州の多くの地域でテキサス大学系列の学生を中心に濃いオレンジ色の地に ロングホーンズの牛の顔の白いロゴと大きなテキサスという白い文字が入った T シャツやパーカーを着て出歩く人が多くいる。スポーツチームへの愛着を衣服などで目立つように表現する人が多いアメリカならではの光景である。ありがとうございます。